駅構内三つ峠駅は山梨県南鶴郡西勝良町小沼にある富士急行富士急行線の駅。駅番号は FJ11。西葛町唯一の駅であり、三つ峠への登山口となっている。島式ホーム一面二線を有する地上駅で上下列車の行き違いが行われることがある。線路はほぼ北東から南西へ走り、駅舎は線路の南東側にある。 当駅はその他に側線を一本持ち、これは駅の東カツ方から南側に分岐して本線に平行にことぶき方に伸び、駅舎の脇で途切れている。ホームの上には締め切り可能な待合所が設けられている。乗り場は駅舎に近い方から一番線、二番線である。ホームのことぶき方の橋は緩やかな坂になっており、これを降りたところから川口湖方面の線路を越えて駅舎まで、 遮断機、警報機付きの構内踏切が伸びている。駅舎は古くからの木造平屋建てで屋根の上にある風見鶏が特徴的である。内部の旅客が立ち入ることのできる部分には友人窓口や独立した待合室が設けられているが自動券売機の設置された。また、切符は券売機と窓口での購入となる。かつては 直営駅であったが昭和46年から業務委託駅となった。当駅は漫画、テレビアニメ、山の進めないで3つ峠登山をした際に利用している。そのため、2014年8月8日から2014年12月28日の間、記念撮影用のフォトスポットが設置されている。2013年度の1日平均上降人員は519人である。 西葛町の中心部で役場も南東にすぐ100メートル以内の場所にある。前述の通り三つ峠山への登山口となっていて、駅前には土産物の店や食堂なども見られる。三つ峠山の山頂へは当駅から西へおよそ7キロメートルほどの距離である。ありがとうございます。